HF ステーションブラックアウト SBO です。逃げろスタミナ。津波対策は万全じゃなかったのか。総理、具体的に答えてくれ。首都圏を含め東日本は壊滅。原子炉への水が干上がり体気になる。そうならないためには原子炉に水を入れて冷やすしか方法はない。江崎、頼む。分かった。建屋内は真っ暗でろくに状況も分からない。それでも自分が行けるというものは手を挙げてくれ。誰か一緒に行ってくれるやつはいないか。俺が行きます。僕が。俺も行きます。僕も行きます。行きます。これ以上線量が上がったら建屋に近づけなくなる。余計なこと言わずにやれよ。だったら一回現場来いよ。電源が失われているので人の手でやるしかありません。原子炉建屋内に突入するしか。ダメでした。すいませんでした。すいませんでした。起爆線量95。こんなとこにいたら無駄死になんですよ。やめな。やめてくれよ。お父さん、教えてください。福島はこれからどうなるんですか。40名です。ダメだ。待て。待てね。現場の人間体張ってんだよ。本店は何やってんだよ。何が起きてる。あいつら止めろ。ダメだ。俺より若い者に行かせるわけにはいかねえ。交代に来なくていいですよ。撤退などありえない。国を守るのが我々の仕事ですから。みんなの家族だっているだろう。俺の家族もいる。何が何でも守りたいんだ。最後に何とかしなきゃいけないのは現場にいる俺たちだ。福島50。